皆さんこんにちは。編集担当のアスムです。10月26日に任天堂スイッチオンラインの新プラン任天堂スイッチオンラインプラス追加パックがサービス開始となり1週間が経過したわけですが、サービス開始前と評判は変わらず低評価となっており、北米では低評価による悪い記録ができてしまったようです。ということで今回のゲームニュースは、任天堂スイッチオンラインの新プランの海外向け紹介映像が任天堂公式チャンネルでの低評価数記録を更新、時間が経っても不評を拭えず。記事はオートマトンより引用しています。任天堂が今年10月26日からサービスを開始した任天堂スイッチオンラインの新料金プラン任天堂スイッチオンラインプラス追加パック、同プランの詳細は10月15日に発表されたが、北米向けのその紹介映像が同社の YouTube チャンネル史上最も多くの低評価を集めていると話題のようだ。海外メディア VGC が報じている。上に掲載したのが問題の紹介映像である。内容としては、任天堂スイッチオンラインプラス追加パックのサービス開始日や加入料金のほか、加入者が利用できる任天堂64やメガドライブのゲーム集まれ動物の森の有料追加コンテンツ集まれ動物の森ハッピーホームパラダイスが紹介されている。基本的に日本向けに放送されたものと同じだ。この映像の視聴者評価は本稿執筆時点で高評価が約1万7500件であるのに対し、低評価は約11万5000件。任天堂の北米向け YouTube 公式チャンネルでは、これまでメトロイドプライムフェデレーションフォースのトレイラーが最も多くの低評価を集めているとして知られ、現時点で低評価約9万7000件、高評価は約1万1000件となっているが、任天堂スイッチオンラインプラス追加パックの紹介映像がこの記録を塗り替えることとなった。メトロイドプライムフェデレーションフォースは2016年に任天堂 3DS 向けに発売されたマルチプレイ対応 FPS メトロイドの世界観をベースにした作品だが、 E3 2015での発表時には同シリーズらしいシングルプレイの探索要素がないほど、後に追加や主人公サムスの不在などが明らかになり、ファンの不評を買った。メトロイド・アザーエムから6年ぶりにようやく発売された新作がスピンオフ的な作品となったこともファンは不満だったようだ。日本版のトレーラーでも高評価の2倍以上の数の低評価が投じられている。任天堂スイッチオンラインプラス追加パックの紹介映像に話を戻すと、YouTube のコメント欄を見てみると、映像公開当時の低評価の理由は主に加入料金への不満にあることがうかがえる。同プランの加入料金は日本では12ヶ月4900円個人プラン、基本プランとの差額2500円年額にて、任天堂64タイトル8本とメガドライブタイトル14本、そして今年11月からは集まれ動物の森の DLC を追加サービスとして利用できる。追加サービスの内容に照らして妥当な価格設定だと感じる人ももちろんいるだろうが、そうは思わないという人がかなり多かったようだ。基本プランとは異なり1ヶ月単位で加入できない点も割高感につながった可能性があるだろう。一方、10月26日のサービス開始後にはまた別の不満要素が浮上する。同プランにて遊べる任天堂64タイトルについて、入力遅延が大きかったり動作が不安定だったりなどの最適化不足が指摘されているのだ。またキーコンフィグの自由度が低いことで、同サービス向けに発売された復刻版任天堂64コントローラー以外では遊びにくい場合があるという声も聞かれる関連記事。こうした不満も先の紹介映像の評価に跳ね返っていき、ついに任天堂の北米向け YouTube 公式チャンネルでの
低評価数記録更新に結びつくこととなってしまった。今回の紹介映像は日本版においても高評価約9400件に対し低評価約7300件とかなり低評価が多い状況だ。またイギリス、フランス、ドイツ、スペイン、オーストラリアなど他の国向けの公式チャンネルにおいても同様に非常に多くの低評価が投じられている。北米向けの公式チャンネルではもともと任天堂スイッチオンラインに対して厳しい評価が下されやすく、例えば任天堂スイッチオンライン向けファミコン、スーパーファミコンの追加タイトルの紹介映像が公開されるたびにタイトルによっては低評価が集中、ファンの容赦ない反応が見られる特徴があったが、今回の任天堂スイッチオンラインプラス追加パックにおいては幅広いユーザーが不満を感じていることがうかがえる。ゲームサブスクリプションサービスにおいて追加サービスを提供する上位プランが用意されること自体は珍しいものではない。任天堂スイッチオンラインプラス追加パックの加入料金への不満の声も聞かれるが、任天堂は任天堂64およびメガドライブタイトルを追加していくとしているため、同プランの価値は時間とともに高まっていくだろう。他サービスのように今後さらなる追加サービスが提供される可能性もあるかもしれない。一方で指摘されている任天堂64タイトルの最適化などについては早急な解決を期待したいところである。以上が記事の内容でした。サービス開始前のネットの反応が悪かったことは前にこちらで動画としても扱っていたので知ってはいたのですが、サービス開始後に北米でそんなに低評価を多く受けていたことにとても驚きました。現在起こっている不具合の修正はもちろん、ここまでの低評価だと任天堂もサービスの見直しといったことをするかもしれませんね。個人的には月額料金の追加をしてほしいです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。あゆなのゲーム実況もありますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。